札幌市立まこまない桜山小学校は、北海道札幌市南区にある公立小学校。2012年3月に、札幌市立まこまない南小学校と札幌市立まこまない緑小学校が並行となり、両者の学区を合併する形で開校された。2026年に、札幌市立まこまない中学校と統合され並行、敷地を利用して、 義務教育学校が開校される予定。児童が夢と希望を持って学校生活を送ることができるよう、教育目標は夢つながる学校の創造が採用されている。またその夢に関連して、自己実現のための謙遜として、未来、国際的な貢献として、世界、共生社会の実現として、仲間、札幌市やまこまない地域とのつながりとして、地域が、 キーワードに設定されている。交渉は、家庭、地域、学校と母体である2校の連携を示す輪で囲まれている。あしらわれている山は里山である桜山を、上を向いた桜は夢を抱いて未来へ向かう児童の姿を表している。校歌は、マコマナエ南小学校の校長が作詞し、北海道教育大学岩見沢校教授の2教、順一が作曲した。 札幌市では少子高齢化などに伴い学校が小規模化して十分な教育効果が得られないなどの弊害が生じていた。2007年12月に札幌市立小中学校の学校規模の適正化に関する基本方針と同地域選定プラン第1次が策定され、まこまない地域を含む札幌市内3地域で学校の規模の適正化を目的に統合が計画された。 2008年には小規模校検討委員会が発足し、通学地域や開校時期などの議論検討がなされた。2010年9月には公明検討委員会が発足。札幌市立学校設置条例の一部を改正する条例案が2011年6月30日に可決され、統合校の一と公明が正式決定された。まこま地域の4校の小学校のうち、 札幌市立マコマナイ南小学校と札幌市立マコマナイ緑小学校が統合されて、札幌市立マコマナイ桜山小学校となること、校舎はマコマナイ南小学校のものを流用することが発表された。並行されるマコマナイ南小学校とマコマナイ緑小学校では2011年から児童交流会が開催された。 宿泊学習などを利用した各学年での交流のほか全校での交流も行われた。札幌市教育委員会は2012年3月末に2校を並行し4月に札幌市立まこまない桜山小学校を開校した。物品の移動は同年3月23日以降に行われ3月26日に開校式が行われた。また札幌市教育委員会は 義務教育課程9年間の連続性を重視し、小中連携の取り組みを開始した。この取り組みの一つとして、真駒内桜山小学校は、札幌市立真駒内中学校と統合されて、並行し、2026年4月に小中一貫校が開校される予定である。真駒内中学校が校舎を桜山小学校の敷地内に移転する計画であるが、 新校舎の建設後に桜山小学校の既存の校舎は解体される予定である。桜山小学校の屋内運動場とグラウンドは残され、北海道警察の感謝跡地が第二グラウンドに転用される。両校の一体的整備の理由としては桜山小学校が両校の校区の中心近くに位置していること、児童生徒が互いの施設を利用できて、 教育環境の向上が見込めること、両校の校舎の改築時期が同時期であることが挙げられている。ありがとうございます。